ベースハンター、1984年12月22日イ、は、スウェーデンハランド県、ハルムスタッド生まれのミュージシャン、ディスクジョッキー。身長は、約193センチメートル。ベースハンター彼は、自分の音楽を、ユーロダンスと称している。しかし、彼の音楽ジャンルは、一般的には、エレクトロというジャンルとして解釈されている。代表曲は、ボテンアンナと、 シックスシッター・アイ・ベントリー・ジョー・スペラール・ドタの二つ、オタク・ DJ の異名を持つ。彼は2001年に音楽制作ソフトのフルーティー・ループスで音楽の制作し始め、2004年には初めてのアルバムを彼自身のホームページを通じて販売をしていた。数曲がインターネットに広がった後に彼を DJ として雇いたいとダンスクラブから電話がかかってきた。 2006年4月にワーナーミュージックと契約しメジャーデビューを果たす。その後スウェーデンにてデビューシングルとしてボテン、アンナをリリース。そしてすぐに大ヒット作となった。ボテン、アンナはオランダのシングルチャートで40位にチャートインした。これはスウェーデン語の歌としては初の快挙である。同時期に英語版をリリースしイギリスのシングルチャートで 1> 第1位を獲得した。彼は MSN メッセンジャーの利用者としても知られており、現在もよく利用しているという。幼少期はトゥレット障害を患っていた。オタク DJ という二つ名の由来としては、彼はパソコンマニアというほどパソコンに精通しており、マイスペースやドタオールスターズのファンであるところから。特にドタオールスターズは、自身の楽曲、シックスシッター I。 ベントリー上スペラール・ボタの PV にて彼がプレイしているところが映っている。また、ボテンアンナではコンピューターソフトを恋人と見立てた内容の詩となっており、彼は現実の女性よりもパソコンが好きというジョークを飛ばすほどの濃い PC ユーザーであることを伺わせる。彼がマイスペースのヘビーユーザーということもあり、インターネットを媒介に世界の各地に 彼の評判が広まった。彼はそれを背景に、西はイギリス、東はインドに至るまでの広範囲にわたって、ライブを展開している。ボテン、アンナの歌詞の内容を全く変えた、英語版、Now You Are g o n e が、ヨーロッパ各国でチャート入りし、成功を収める。また、この曲のミュージックビデオで主演する女性が元、アダルトビデオの女優であることが後に発覚し話題になった。 ありがとうございます。